前に先にこいつだけスワイプしてもいいのか。プルプルプル。ちょっと待てよ、おい、このネジねえぞ、おい。え、そうないとやばいんですか。俺をここで支えてんだもん。あー、やばい。ここが支えられてないよね、実際ね。そういうことですか。だから、とりあえずこいつのこのネジ使って止めとくか。あ、位置が合ってないんだ、これ。だからだ。多分こいつがのせいで下がっちゃったから、つけてないんだよ。はい、あ、もともとってこと。うちはそれを考えたから、はい、こうしたの。あ、はいはいはい、こいつを下に挟んでるの。あ、なるほど。いや、なんかそれ試そうとしたんですけど、シャボン玉が、なんでこんなとこやったんだろう。結構無理やり入れた感があるんで。回ってるね。そうです。あ、そうか、これノーマルのボルトか。だから長いんだ。元からのこれ純正ボルトだな、長すぎる。そっちつけ、つけたらいいんじゃないですか。俺もそう思った、そう思いました。長い、これ以上閉まらない。ちょっと緩めてから固定して。関係あるんですかそれ。そういうのは大事だよ。閉めるときは位置全部合ってから閉めなきゃダメよ。やっぱり全体的に閉めていかないと。位置でついてないってダメなやつ。あ、でもこれもう一本ついてるから大丈夫。あ、そうなんですか。サイズ合ってるかな。ちょっとからから。そこはなんか外した記憶があります。自分13大抵きつった濃い。抜いてたらなんか正しくなるんじゃないですか。知らないですよ。この位置になるんだよ。スイングは見よう思ったけど意外と軽い。軽いよ。なんかもっと重いものだと思ってました。よし、これで本締めだ。お顔がぶちゃくだもん。はい、結局のところほら、その上上がれるさ、クリアランスが取れないから。あ、はい、別に雨走るわけでもないし、はい、一回走っちゃったんですよ。いやー怖いなー。バキッて違う、車体が動くのが。バキッていくのもそうなんだけど、硬いね。やるか、やるか。出た、先生出番です。先生、先生、先生、この先生ダメじゃん。17の先生ダメじゃん。入んない、しょうがないな。うわ、バキつった、怖。特番でかかってるからね、ここもね。こいつ抜くのにこいつ外さなきゃダメなんだ。グリスアップしてな、ここな。ちょっとサイズらせば多分いけるような気がする。ってことは、ここを外すということですね。そうだね。あの、2本外せる1本の方が楽だ。結構トルクかけましたね。落ちた。ほら、こうなってんのよ。うわー、錆びてる。だから俺も、外したらそうなった。あ、そうなってました。やっぱ、あ、あれ、あ、やっぱそこはヤスリで削るしかないですね。しょうがないよね、変わり物がないからね。あ、それ取れるんですね。そうだよ。で、この中のニードルベアリングってのが入ってるんだよ。これですか。うん、ドルが取れてきたな。いや、取ってしまうか一回。それって取れるもんだよ。うん、取れるもんだね。ほら、すごい。この箇所はこのグリスみたいなのあるんですか。だから結構ね、ステムに使うと手抜いてるからなと。もういいかなと思うな。すごい、ちゃんと揃ってたんですね。ちなみにこいつがここに入った後に、あくまでもこいつは、だからこいつ自体は多少循環しなくても本来はいいんだよ、はい、なんか錆びてるけどさ、はい、要はこいつで動いてるからね、はい、こいつで要は動いてるんだ。だからここは別に関係ないんだ本来は。けど塗っといた方がいいよって言ったんです。だって取れなくなっちゃう。入れますよ。はい、はい、一気にいって、はい、オッケー。もういいよ、もういいよ、これでオッケーだよ。もうこれで当分死ぬまで面倒見ないから。けど、はい、やっぱ土曜日仕事だときついね。あ、臨時で出てくれって言われたんですか、どういうのから。あ、もう臨時出勤なのか。あ、そうなんですか。うん、予定の。おお、入った。
これはあの位置でいいですか。これはここから閉めます。あ、そういうことですね。特殊工具だ。常人はそんなとこ外さないですからね。まず。こういう型があるかな。はい。こっち今型がなほぼなくなるんで。まだ型がある。これが微妙なとこなんだ。そのちょうどいいところで、はい、こいつが効くのよ。なるほど。これで一気目ができるんだ。クロムはしたら、元8秒だったっけ？バーツクリーナーで拭いただけじゃないですか。グリスアップを完了したんですか。うん、だってもうあとはリアショック自体の穴でしょ、はい、ここの穴でしょ、3箇所の穴でしょ、3箇所ボルトで止まるだけでしょ、はい、まあ、とりあえず綺麗にはしたから。